みんな、ニコプチを買ってきたよ。待ってました。ティアラチャンネルニコプチ6月号イエーイ。表紙を飾ってるのがさ、エリナちゃん、リンちゃん、ここがマナちゃん。かわいい、かわいい。もう夏だぜ、ね、夏の流行りって書いてあるけど、うん、2人は何かある？はい、アリサはクリア素材のフルーツ型バッグです、うん、理由は外から見たら涼しげな感じもグッドだし、あと外から見た時に中に色とりどりの化粧品などが入ってたら可愛くない？可愛い、超可愛い。めっちゃ可愛い。おしゃれに見えるよね、うん、整理整頓。OK。 ゆなちゃんは？ゆなは、麦わら帽子をゆなが夏使って着回していきたいかな。あ、夏って言ったらね、なんか麦わらって感じ。ねねはキャップかな。キャップ、なんでかというと、キャップかぶってると日焼け防止にもなるし、最近買った時もいろんな種類があったから入ってるのかなって思ったから、めっちゃ柄とかも可愛かったし、帽子っていろいろあるよね、じゃじゃん。今回の付録はシスタージェニーフルーツ柄連絡帳ポーチです。連絡帳ポーチ？連絡帳ポーチっていうのは、このポーチの中に連絡帳を入れたりプリントを入れたりするもので、学校にも使えちゃうよ。へえ、勉強になりました。シャキーン。これが付録です。せーの。うわー、かわいい。超かわいい。これ超夏やん。ここビニールテープ。あ、中赤い。中赤スイカみたい、フルーツ柄がおしゃれだね。ねえ、なんか画家が描いたって感じのシスターチェニー、かっこいい。ということで、ニコプチ6月号を紹介しました。夏にぴったりのカタログもついていて、付録はすっぱりニコプチも入っちゃう大きさだよ。おお。ついているここの三角の剣をジェニーラブに持ってって3000円以上のお買い物をすると、なんとなんとこのイヤリングがプレゼントします。キラキラされちゃいます。キラキラ、超かわいい。くれるんだよ、無料で。ゲットしてねー。